手前から。インザハウス、インザハウス、インザハウス。吉尾ブイログです。こんばんは。本日は3本目の動画になります。はい。はい、今回紹介させていただくのはこちら。ハセピーが購入してきた、はい、ファーストさんのこちらスカールですね。ほいほいほい、まあ、セラコートカスタム。ほいほいほい、しかも中身は、はい、はい。タイタンが入ってます。タイタン。はい、はい。中身のカスタムはタイタンだけですか？あとはこのクエーサーっていう、うん、クエーサーカスタム。距離が。はいはい、50メートル、55メートルだったかな、うん、だから結構遠くまで飛ぶ。嘘、カスタムが入ってます。こんなミニオンの顔して目見えないし50メートル先の人が見えないのに、うん、見てやりましょう、こっちも。いや、初めてクエーサー入ってるの。クエーサー入ってる。へぇ、これクエーサーカスタム。そうです。あ、スカー意外と軽いね。軽いです。軽っ。わっすか。そうっすか。やってしまった。 おじさんじゃないですか。ちょっとカラオケさせてもらいますよ。どうぞ。はい。お、あ、なんか軽そうだな。そうです。これタイタンの一応、うん、ヘリコプターかな。あ、でもこれはこれのあれね。さっきのやつが軽すぎて。あ、でもいいわ。スカーさ、俺憧れだったんですよ。なんでかというと、うん、俺初めて欲しかったのがスカーなの。あ、そうですか。うん、で、スカーを買おうと思ったの。うん、で、俺も、なんだっけ、次世代の、なんだっけ、デルタカスタム、手に入れちゃったんだけども、このスカーを見たときに、なんていう格好さなんだろうと。うん、まず、この形が素晴らしいじゃないですか。うん、まるでこう、なんていうんだろうね、ちょっとここが、真ん中がこう、ぽっちゃりしてるんだけど、はいはいはい、スマートにここが折れる形だったよね。はいはいはい、だから、スマート折れる、うん、悲鳴を聞きたい。わかります。スマート折れる悲鳴を聞きたい。違う、ハセピーの悲鳴ではないです。これですね。例えばじゃあこうね、はい、世の中さ、いろいろあるじゃないですか、はい、こんな形でこんなスマートなのに、はい、なんかこう悲鳴を聞きたくなる時ってあるじゃないですか、興奮する時、はい、そういう感じの気持ちがスカーにはあったんですよ。だからハセピーはこのスカーを購入して、はい、まあ、ここにさ、またあれも乗っけてるよ、なんだっけ、センチュリオン、ね、センチュリオンを乗っけたスカーっていうのはなんでこんなに武骨でかっこいいんだろう。そうね。何をイメージしてるんですか。ミニオン。絶対ミニオンですよね。もう結局でもクエーサーカスタムっていうのは50メートルの距離に当たるの。多分低振動、こういう風に行くんじゃなくて、うん、こう行くんです。ちょっとさ、いい？弾ある。はい、弾です。ちょっといいですか、ちょっと取ってもらって。はい、じゃあそっち行きましょうか。うん、うん、じゃあちょっと私も近くに、はい、肩越しに行くよ。はいはい、行くよ。はい、おどうすか。ついてねえじゃん。ごめんなさい。手前から。どうですかね。あの、本当だ、うん、あの、確かにスーッと下から上に上がってくるのかなと思ってます。なんかハセピーこれ、はい、かなり強めに設定したんだね。でもその辺の下のやつあるじゃないですか、はい、下にあるちっちゃい的、はいはい、一番上、俺目悪いから見えないんだけど遠いですよね。当たってんね。あ、当たってる。あ、あれか。そう来るんじゃないの。これ窒光じゃないね。そうですね。ブラスターの多分光で。うん。うんうん、あ、切り替え。でもいいわ。いい。いいですか。すごくいい。いくらしたの？ちょっと泳ぐで。このスカーのタイタン入りは一体いくらしたんですか？最初タイタン入れないでノーマルのスカーで、うん、あのクエーサーカスタムで、うん、セラコート入って11万。うん、でタイタンを入れて大体3万とボルト、ボルトなんだっけ、ニコイルをミットしてあとは M4 のストックにしてですね。あ、それでだいたい全部で5万ぐらいですか。全然聞いてなかった。16万ぐらい。16万ぐらいですか、総額は。何、
ちょっと待って、並んでくださいよ。あ、17番。あなたたち何人16万の男と17万の男じゃないですか。え、そんな、だってそんな、だってハセピーさ、はい、申し訳ないけど、はい、いつか知ってた、こんな使ってる。いや、知ってましたよ。俺知らなかった。スカー L でね、最初、うん、パーソンの閉店5分前。そう、要はマーク16で最初あれですよ、あの杉浦君に、うん、あのもうラストですよって買わされたの。だってさ、魔の手に余ったんだ。16、17か。このスカー の上のフレームがファーストオリジナルなんで、うん、短いんですよね、あの普通の。ああ、そういうことか。でもさ、16、17、16、17でしょ、うん、何回も言っちゃうけど、真似できないわ。自分ちょっと やっちゃいました。いや、あれだよ、馬場さんとハズミは悪いことしてんだから。だって、これ買った後にまたすぐ買ったよ。間違いない、悪いことしてんだよ。ちょっと、ちょっと、ね、これ、だってさ、馬場さんさ、これ買ったじゃん。これ、97のさんのさっき紹介させていただいたさ、はい、ビチャーズ、はいはい、まあ、17万かけて買ったじゃないですか、はいはい。その後ちょっと我慢してるじゃないですか。我慢してるよね、はい、MP5 買ったけど。まあ、してねえじゃん。いやいや、あれはちょっと期間が空いたから、ね、ハセピーはこれストックとかも書いてあるんだよね、うんうんうん、スカーのこの16万したやつを買った後に、うん、ハイキャパチャレンジャーも買ってるし、あ、外部ソースのキットも買ってきたし、悪いことしてん、何してんの、何かしてんでしょ。あ、ミニオンでしょ。だ、怪盗グルーのあの怪盗グルーの親分にいろいろ持ってきてもらったでしょ。これをちょっとミニオンして気持ち悪い。そんな感じで気持ち悪い。まあ一応ハセピーのこのスカー、はい、ファーストさんのカスタムで、なんだっけ、クエーサーっていうカスタムがあって、このセンチュリオンを 14PX で買う、はい、センチュリオンも買ってんじゃん。なんかちょっとでかい方が、それは BCM のストックじゃないの。あれ BCM の多分タイプ0か。あのこれはあれですよ、あの BCM のストックをパクったんです。家にあったやつ。あ、 BCM も買ってんだっけ。そうだから結構前ですけど、ああ、電動のやつをつけたってやつ。そうそうそう、ああ、結構言ってる。ってことは、だから BCM も使わないってことでしょ。いや、違う、違うストック。え、すごくない。俺、久しぶりに感じたけど、本当に不幸なんだね。いや、あれですよ、食べなきゃいいんですよ。何、いや、食べてるんだ、だってちょっと食べたらさ、食べてなかったらこんなお腹になんないよ。だってさ、銃買っちゃったからちょっと質素に暮らすって言って、別に普通に質素にしてないからね。すき焼きだよ。すき焼きって言ってんじゃん。もうさっきから言ってんじゃん。もう二人悪いことしてんだよ。俺はしてないよ。悪いことしてんじゃん。買いに行って。してないよ。あれそう。あることないこと。あることないこと。言っちゃ作りますわ。何またおかしな動き始めた。おかしな動き始めました。動画の方やめようと思います。じゃあ本日はですね、これハセピーのこちらファーストカスタム、はい、ね、スカーをカスタムしてきた、このスカーをカスタムしてきた、これでクエーサーカスタムでタイタンが入っている、こちらが16万円でございます。もし欲しい方がいたらコメント欄に。いやダメですよ。抽選で1名様に。ダメですよ。よろしくお願いいたします、はい、それではこのチャンネルが面白かったですね、はい、また動画の中でお会いしましょう。アイルビーチキビチです。